今までの動画の中で一番早く組み終わりました。あれも普通に一般販売すればまあいいのになって思います。皆さんこちらです。重症ルールだひらげだ。はい、今回紹介するレゴはこちらです。はい、こちらレゴスーパーマリオビルダーマリオ&こちらレゴスーパーマリオスーパーキノコです。はい、今回はこちらの2つを組み立てます。8月入ってレゴマリオの着せ替えパーツがついに出ました。全部で4種類あって、ファイヤーマリオ、プロペラマリオ、ネコマリオ、ビルダーマリオでした。ただ僕が行ったヨドバシカメラではファイヤーマリオとプロペラマリオは売り切れて、ネコマリオとビルダーマリオがあったので、今回はこのビルダーマリオを買ってきました。で、このスーパーキノコなんですけど、レゴスーパーマリオシリーズを3300円か600円以上買うとこちらからもらえます。はい、今回の動画はこちらの2つを組み立ててレビューします。まずはこちらの着せ替えのビルダーマリオ、これから見ましょう。今回中に入ってるのってまさかこれだけなんですかね。これ確か1個1,500〜1,600円したので、これはちょっと個人的には高いかなって思います。まあせいぜい売るんだったら1,000円ちょっとが理想かなって思います。中にはビルダーマリオの胴体と帽子と、あとはパーツが入ってます。では開けます。中にあ、すっくな。はい、中には足パーツが一つと、パーツが入った袋が一つと、説明書が一冊入ってます。説明書はこのように折りたたまれていて、どんな感じの説明書だろう。説明書はこのようになってます。裏側はこんな感じです。個人的にはこのビルダーマリオ以外にファイヤーマリオも欲しかったです。では袋からパーツを開けます。うわ、すっくな。これで1500円って結構割高っすね。では組みます。はい、終わりました。めっちゃ早いっすね今までの動画の中で一番早く組み終わりました。はい、これがビルダーマリオの帽子と胴体になってます。全体はこんな感じです。はい、レゴマリオを用意しましたので、今から着せ替えます。着せ替えはこの頭パーツと下半身を取り出します。どんな音が出るんだろう。では帽子をつけて取り付けます。おお、ハンマーが出てる。すごい。はい、これが作業着マリオです。うわあ、めっちゃいいわ。僕マリオメーカーのマリオ好きなんですよね。作業着マリオ。はい、全体はこのようになってます。これカラーが一気に黄色になりましたね。これどんな音が出るんだろう。ちょっと一回鳴らします。お。あ、ジャンプした時にブロックを壊す音が聞こえます。うお、すごい。次は敵踏んづけたらどんな音が出るんだろう。じゃあクリボー踏んづけます。敵を踏んづけた時の音は基本一緒ですね。スタートはどんな感じだろう。 あ、スタートも一緒ですね。次はゴールはどんな音が出るんだろう。じゃあ行きます。あ、ゴールもほぼ一緒ですね。音と見た目は変わりますね。ただ、これが1500円なのはちょっと高いかなって思います。では次はこちらのスーパーキノコ、これを組み立てます。さっきも言ったんですけど、こちらはヨドバシカメラで、レゴスーパーマリオを3300円以上買うともらえます。確か、チョロプーのチャレンジセット、ありましたよね。なんかレゴストアで買ったらもらえるやつ。あれもすごい高騰されてて、なんか嫌だなって思います。あれも普通に一般販売すればまあいいのになって思います。ではこちらを組み立てます。こういう限定品袋取っておきたいので、まあ後ろから開けます。はい、中にはパーツと説明書が入ってました。ではスーパーキノコを組み立てます。
はい、完成、スーパーキノコです。おお、スーパーキノコがなんか思ってたより結構でかいです。はい、全体はこのようになってます。このハテナブロックはスターターセットに入ってくるハテナブロックと同じです。ではこのスーパーキノコを見ましょう。で、このスーパーキノコ結構なんかすごい作り込まれてます。これ横どうなってるのかというと、はい、あの斜めになってます。中どうなってるのかというと、この赤パーツがあることによってキノコがこのように見えます。あ、なるほど、これキノコの顔がこうなっちゃうので、わざとこうちょっと斜めになることによって目が見えるようになります。で、このスーパーキノコの上にこちらのカラーコードがあります。ではレゴマリオと連動します。まずは作業着マリオからいきます。はい、このようになります。一回撮っちゃったらこの音が出ます。では次は普通のマリオで音を鳴らします。このまま敵を倒すとどうなるんだろう。倒します。では付属していたこちらのハテナブロックの音を鳴らします。もしかしたら違うかもしれないと思うので一回鳴らします。いきます。あ、基本的にスターターセットに入ってくるハテナブロックと同じです。で、この状態で作業着マリオにするとどんな音が出るんだろう。作業着マリオのままハテナブロックをします。あ、作業着マリオでもハテナブロックは同じです。はい、レゴスーパーマリオビルダーマリオとスーパーキノコはこんな感じです。はい、レゴスーパーマリオ奇世界シリーズのビルダーマリオとスーパーキノコを組み立ててレビューしてみました。あの、個人的にはこの奇世界セットはまあ割高だと思います。これだけ入って1500円はちょっと高いかなって思います。個人的には1000円以下でまあ売ってほしかったなって思います。で、このおまけのスーパーキノコはめちゃくちゃ良かったです。まあ個人的に奇世界セットを次買うとなったらファイヤーマリオぐらいでまあ多分終わります。以上、ひろげでした。ありがとうございました。はい、今回の動画面白ければグッドボタン、高評価をよろしくお願いします。そして僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントやリクエストや質問などお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。おなら、イエーイ。